はい、到着しました。到着が行きます。こんな感じですね。では降りていきましょう。この列車は4分後に出ていくようですので、今 CBC ラジオで、天気予報を聞いてるんですが、今日は暑いというアナウンスが。はい、ではですね、東名古屋港駅でございますが、東名古屋港の駅はこういうポスターも出てるんですね。で、無人駅ではありますが、一応真中対応の、自販機も用意されているようです。いや、あ、一応乗務員の休憩スペースはあるんですね。今入っていったのこの辺にある小屋ですね。小屋の中に今冷房が、エアコンの室外機があるぐらいだから涼しいんでしょうね。蓄光線の名古屋港駅でございます。すぐ横には市バスの大江町バス停がとあるんですね。ここがもう大江町って、さっきの駅が大江駅って、また非常に分かりにくいというか紛らわしいというか。ではこの列車が出ていくまで、乗務員さんの詰め所は、なるほどね。多分だから運転 の拠点からここまで車用車で送り迎えがあるのかもしれないですね。すでに一人いらっしゃったのは駅員さんである。今ジリジリ鳴ってるのはこれ発車、シャチバスだよ。東レ東海工場が貸し切りバスですね。シャチバスですね。シャチバスって観光バスタイプ以外あるんですね。さあ、ベルが鳴り終わりました。おはようございます。あ、大丈夫です。はい。見るとこの建物の中、どうやら運転手さんの詰め所ではなく、管理駅の駅員さんが詰めておられるようですね。そういう意味では無人駅ではないんですね。管理駅の係員の方がいて信号扱いをしてましたね。出発してよければ、今建物の手前にあった空箱を鍵で開けてね、信号が変わる出発指示でも出てるんですよ。この先にある信号機を青に変えて、それで出ていく。でさらにあの建物ですね、ちょっと中チラ見しちゃったんですけど、台所がありましたね。おそらくあそこで、この駅が完全無人になるまではあそこで例えばカップラーメン食べたいですね、そういうようなことができるのかもわからないですね。この駅、確かこの上に一昔前まで、リニアの実験設備があった気がするんですけど、とても日差しが強くてなかなか駅をきれいに映すことができません。
あ今交通安全運動、あこういうこともあるから、まあ、係員がいるのか、それともここの駅には係員が常駐しているのか、乗車券は大江駅で改札いたしますということで、この駅では乗車券類の発売はしていないようですね。だからなのか運賃表がありませんね。では今日のダイヤを、見てみましょう。今日は6時これだと54分に列車が来るので、ダイヤモンドクロスまで歩きますか。あ、ここに運賃表ありますね。まあ、私はあんまり名鉄の 列車を見聞きすることはないので、また名鉄は踏切巡りの対象外になっている。あ、ここは三菱重工の労働組合さんなんですね。労働組合だけでこんな立派な建物があるんですね。この辺は三菱の企業城下町になってるんでしょうか。そこらあちこちに人材開発センターとかですね、そこらあちこちにあります。でさらに面白いのが、旅客列車はここで終わってるんですね。ここが名鉄名古屋港駅です。東名古屋港駅なんですが、旅客列車はここで終わってるんですけど、この先にも線路が伸びています。これは一体何かというと、名鉄の車両の最後のまあこの先にも信号が今赤を現示していますが、言ってみれば廃車車両の解体線といったら分かりやすいでしょうか。例えば、廃車列車がありますよ、ここまで自力で改装してきて、ここで、重機の餌食になって解体されていくという流れになっています。ちなみにこれも立派な踏切です。遮断機はありませんので、これも第三種踏切って言っていいんでしょうかね。踏切だからといって一旦停止する車は1台もありません。大江3号踏切というふうに出ています。ではダイヤモンドクロスまで歩きますか。先ほど私が SD カードの件でブツブツ文句言ってたんですけど、その間にミュースカイが通過して話が中断したので、この話の続きは大江駅の紹介動画でお伝えすることにいたします。この上にリニアあったよね。この上だった気がするんだけど、ただね、痕跡が一切残ってないんですよね。まあウィキペディアとか昔の動画を扱うサイトに出たのかもわからないんですが、はい、でもね、痕跡というわけではありませんけど、この手の屋根を支える設備にしてはえらいしっかりしたコンクリートで支えられてるんですね。これはおそらくこの上に何か構造物があるものを支えていたとしか思えないんですけどね。暑い、名古屋暑い、名古屋には住めないな。北海道によくね住めないななんていう人がいましたけど、北海道はまだ最近地球温暖化というありがたくないこともあってですね。お、人が出てまいりました。多分列車が来るんでしょうね。ここから出てまいりました。その奥にはトイレもありますね。ただトイレとは書いてないので、おそらく名鉄の係員用のトイレなんでしょうね。囲われてるので多分一般人は使えないトイレなんでしょうね。
多分ダイヤモンドクロスに列車が来るまで私つける自信がありませんね。こんなこと言ってたら列車見えましたね。間に合いませんでした。まあ、あの列車が大江方面へ戻るときに、見られればいいかなという気がいたしますが、ね、名鉄筑豊線はこう短いこともあって、また名古屋からほど近いこともあって、名古屋の中心部からほど近いこともあって、紹介する動画結構あるんですよね。はい、来ました。さっきの列車のこの9102と9202のユニットがここをピストン輸送しているという感じなんでしょうかね。ではダイヤモンドクロスに向かいましょう。5分もあれば着くはずなんで、この出発信号機がさっきの駅の係員の方が、操作しているのかなと見られます。ただの信号扱いですね。ここのポイントは手動なんですね。自動ではなさそうですね。そして解体線ってここのことなのかな、わかんないな。この左側はこれ非電化になっていますね。暑い、何なんだ。でね、見えましたね。暑いな。ではちょっと暑い暑いって言っててもしょうがないんで、動画一旦止めます。はい、こちらが、これは臨海鉄道の積み切りですね。でさらにここに鎖が見えます。あの先が、あ、これですね、ダイヤモンドクロスですね。列車が間もなくやってくるはずなので、ここで列車を待ち受けようかなというふうに思います。このバスエ感すごいな。ほとんど使われてないんでしょうね。で使う時だけ外すような、鎖は錆びていないので、おそらく最近設置されたものと見られます。ダイヤモンドクロス見たことないな。阪急電車に確かあった気がするんだけど、西宮北口あたりにあった気がするんだけど、あれももうなくなっちゃったのかな。明らかに上の方はカットした跡がありますね。やっぱりリニアはこの辺走ってたんでしょうかね。さあ来ました、列車が来ます。独特な通過音を残して走り去っていきました。はい、ではですね、また駅に戻りましょうかね。ここは一応列車は走るらしいですね。この踏切が鳴動するのは一体いつのことなのかというのと、この手の貨物線っていうのは大抵の場合は JR 貨物が管理していたりするんですが、名鉄が管理してるみたいですね。おそらく大江なんちゃら踏切なんでしょうけど、あ、名築郊外側線、名鉄国際郊外側線という名前なんですね。名鉄筑豊線なのか、それとも名築線、一応側線、側線って書いてますもんね。では戻りましょう。この時間帯は意外と列車本数も多いですね。でさらに面白いものを見つけました。このプレハブもひょっとして名鉄の関連設備なんですかね。よくわかんないですけど、面白いものを見つけました。
あ、さらにこれが名鉄の設備なのではないかと思わせるものの一つとして、このここの駐車場は月決め専用なんですけど、あの名鉄系の会社が運営しています。でさらにここには関係者以外立ち入り禁止と書いてある、謎の踏切があります。ここを私入るわけにはいかないんですが、ここをおそらくこの向こうがこの敷地の奥の方に何かあったら車を止めることができるということなんでしょうかね。係員を置いてどうぞどうぞみたいな感じで入ることができるんでしょうか。はい、ではですね、駅に向かいましょうか。あ、しさ観光なんて書いてあるからそういうことなんでしょうね。では、駅に向かいましょう。予定よりも少し早い時間で動いているので、どうしようかな、大江駅で途中下車してガストに行こうかな。まさか6時台に列車があるとは思わなかったな。時刻表は7時が始発っていうこと、あのインターネット上の時刻表は7時が始発ということになってたので、私も7時始発を起点に考えていたんですが、来てみてびっくり、別ダイヤがあるんですね。涼しければ大江まで歩いちゃおうかなと思ったんですけど、暑いんで大江まで列車で行こうかなと。また一つ気になるのが、大江の駅の自動改札機を通って、大江の駅の自動改札、まあ大江の駅の自動改札の最初のやつ、関門は東名古屋港駅扱いなので、これをねスイカで通って履歴を印字させるというですね、特殊な趣味を遂行しようかなと思っています。しかし線路の規格も薄いな、これ見事な犬釘だしな。木製の枕木が使われていますね。いや関東はね、比較的だんだん気温が下がってきて過ごしやすくなってきたんですが、名古屋は甘く見ていましたね。名古屋は暑い。毎日名古屋のラジオを聞いているにもかかわらず名古屋は暑い。赤信号が現実されているので当面来ないのかなと思っていたら、いや違いますね、停止目標から先の進入に対して赤が出てるだけで、時刻は7時ですかね。7時ですね、今 CBC ラジオが7時をお知らせしました。北海道はね、もうすっかり涼しいんですけど、なのであんまり着替えっていう意味ではいらない。あ、OK、またまた先ほどの、駅係員の方が詰め所から出てきて、安全確認をしていました。一応運転士はスタッフタブレットのようなものを持ってる、タブレットといっても OK、電子機器じゃなくて通行表ですね、ああいったものを持ってですね、運転してるんですが、一応信号はあるんですね。では7時発の列車なんで7時2分に列車が来るんでしょうね。一応4両に対応したホームではあるんですが、今日は2両ですね。
意外と忙しいですね、この駅。大江町バス停の横です。はい、列車見えましたね。さっきの列車が戻ってまいりました。元気ならこの歩道橋を上がって、この屋根の上をですね、リニアの痕跡がないか見たいとこなんですけど、そんな元気はありません。はい、列車が進入してまいります。今日は3本目の列車になるんでしょうか。多分 4,5 分したら出てっちゃうんで、乗らないと面倒なことになるので乗りましょう。走ってますね。お客が大量に降りてきますね。7時の列車、米印のついてない列車としては始発列車になりますので、では乗ってきましょう。多い人だな。人をかき分けてホームに入る感じですね。降りる人ばかりで、おそらく会社出勤前にこの駅のベンチで時間調整をしている方も多いみたいですね。また乗る人も結構いらっしゃるんですね。ここは住宅があるんですかね。到着してしばらく経つんですが、すぐに降りるというわけでもない人が結構いるんですね。まあ最初の中は冷房が効いてますからね。さあ、 CBC ラジオが、7時4分お知らせしています。では出ていくんですね。ご利用くださいましてありがとうございます。6分間の大江行きです。まもなく発車します。ドアを閉めます。ご注意ください。
るとノッチが入って、これがスタッフですかね。すごい。おはようございます。ありがとうございました。応援電車終点です。今あの運転に必要なあの通行手形を回収して前方の運転手さんに引き継ぐんでしょうか。それとも形式上駅の人が回収することになっていて、また同じ人に渡す、このいちいちジュジュが発生してるんですかね。はい、ではあの大江駅に到着したので一旦動画を終了します。名鉄筑豊線と東名古屋港駅の紹介でした。